寅の日に金運を巡らし、やってきたお金を身の日で貯める。金運の吉日も連携の日ですから、ぜひやってみてくださいね。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。高見2冊目の書籍、鳳凰の金運上昇アクションが発売されました。書店購入キャンペーンでは、鳳凰とご縁を結ぶ待ち受け画像をプレゼントしています。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。3月9日にお金の巡りを良くする虎の日がやってきます。今回は一粒のもみが万倍になって実る一粒万倍日も重なるんです。お金の巡りが万倍にもなる大吉日なんですね。虎の日と一粒万倍日の組み合わせっていいですよね。そして、3月の最重要日と言える3月21日の40吉日のうち、その2つにも、虎の日と一粒万倍日が重なっています。ですので、この運命の日の予行練習のような吉日でもあるんです。そして、ちょうど今回の虎の日と一粒万倍日の前後に60日に一度のスタートの吉日、木の稲の日と、60日に一度のダブル財運アップの吉日、土の富の日に挟まれていますから、ホップ、ステップ、ジャンプという感じで、木の稲でスタートし、虎の日で流れを大きくし、お金が巡ってくるようにして、土の富の日でやってきたお金を貯める。すごくいい金運アクションのリレーができる時です。もし木の稲でアクションをしていない場合も、今回の虎の日に、スタートの吉日一粒万倍日が重なっていますから、虎で始めて、身で貯める連携もできるので大丈夫ですよ。そして9日は不成就日も重なりますから、総合的に見てどんな日なのか、金運を万倍にするアクション、お金の流れを良くするアクションは何なのかを見ていきますね。まずはじめに龍神さんのつながり場を清めるティン社の音から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。では、9日の運気から見ていきますね。9日の順直は、とず。貯める力が強い日になります。こういった時は、貯金のスタートの日だったり、お釣り貯金なんかにいい日ですね。通称では、みんなのためなど、周囲を思った行動や、チームワークを意識することで、富が流れていく、お富術、気配りが運気を高める、思想術と、人間関係を良くすることが金運につながる神様が入っています。そして、契約ごとやお支払い、貯金、投資などは、吉ポイント2倍の大吉となっていますので、お金に関することもいい日です。新しいことも吉となる日なので、全体的にすごくいい吉日になりそうです。前歴も見ていくと、9日は金35、青い鷲、青い手、音9の日で、ワクワクと楽しむ気持ちが、運気を拡大する音9が入っていますから、楽しく過ごすことが音9の運気拡大と一粒万倍日の拡大の力が重なり、いつもよりさらに大きな発展ができる日となります。また、チャンスをつかむ青い手と先を見通す青い鷲で、今後のために何をすべきか明確になったり、今後のためのチャンスが何かを見極めることができる運気です。そんな9日に金運を巡らし、万倍にするアクションは5つあります。1つ目は、楽しい予定を入れるです。これは、ワクワクドキドキ、楽しむ気持ちが運気を拡大していく、前歴の音級のアクションです。楽しむといっても、遊園地に行ったり、映画に行くなど、お休みじゃないといけないような大きなアクションじゃなくても大丈夫です。もちろん、映画が大好きで仕事帰りに見ようと思っていたら、とってもおすすめですし、大きなアクションができる環境であったらすごくいい日です。もしそんなにたくさんの時間は取れないかもという日だったり、お金がいっぱいかかるアクションだと今はちょっとという場合は短時間でできることやお金がかからなくて楽しいと思えるもので十分です。新しい予定を入れると仕事や家事を段取りよくやろうと思えたり、この後楽しい予定があると思うとそれだけでワクワクと楽しく過ごせたりしますから、心がいい状態で過ごせるという意味でも普段からおすすめのアクションです。楽しい予定で拡大のエネルギーを作り、そして金運アクションをしたら一粒万倍日と音級で二重の万倍日になりますから、心にも金運にもいい過ごし方ですね。いつもは炭水化物を控えてるから、今日はドカンと二郎系ラーメンを食べようだったり、普段は極薄のアメリカンを飲んでるけど、今日は思いっきりエスプレッソを飲んでいいとか、最近忙しくて自分の時間はなかったけど、今日は思いっきり夢リストを書こうとか、あなたにとって楽しいと思える予定を立てて過ごすことがおすすめです。二つ目のおすすめは、21日の春分の日の計画を立てるです。これは21日限定ではなく、今後の予定や今月の予定、2023年の夢や目標の振り返りでも大丈夫です。この日は見通しが立つ青い鷲にチャンスをつかむ青い手なので、いい計画が立てられる日なんですね。運命の転換点、春分の日がもうすぐやってきますから、どんな風に過ごそうと予定を立てたり、春分の日までに何をしようと考えることもおすすめです。3つ目におすすめなのは、バスタイムを楽しむです。この日は温泉に入ることでエネルギーが高まったり、お水に関することがエネルギーが高まる日なんですね。ですので、温泉が好きな方や行ける方は、温泉に行くことがおすすめですし、急に温泉といっても行ける状況ではないなという場合は、ゆっくり湯船に浸かってバスタイムを楽しんだり、入浴剤にこだわって選ぶのもいい日です。運気を高める入浴剤をお買い物の吉日の寅の日に買うこともぴったりの日になりますので、お気に入りの入浴剤を買ったり、試したことがない入浴剤を試すのもおすすめのアクションです。お気に入りの入浴剤はありますか？僕は大分県の長湯温泉から生まれた重炭酸入浴剤の長湯ホットタブというのが体が温まるのでお気に入りです。おすすめの入浴剤があったらコメント欄で教えてくださいね。4つ目におすすめなのは、いいお水を飲むです。お水を飲むことも運気を上げる日になりますので、意識的にお水を取ったり、ちょっとこだわっていいお水を飲むこともおすすめです。5つ目のおすすめは、毘沙門天様への参拝です。こちらも虎の日の定番アクションですね。毘沙門天様の眷属が虎であることから、虎の日には毘沙門天様に参拝すると、そのご利益が授かれる吉日と言われています。リアル参拝でもいいですし、リモート参拝でもいいですので、参拝もおすすめのアクションです。毘沙門天様は無尽蔵の富を持っていて、どこに流すかを決めているんですね。世の中を良くしてくれるような使い方をする人に富を流してくれるので、参拝の時は、こんな問題を解決したい、こんな世の中を作りたい、こんなことをしたいと思っているということを伝えるといいですよ。毘沙門天様に参拝に行った帰りに、偶然に数十年ぶりに同級生と再会をし、お仕事の依頼をいただいた方や、参拝の後2日続けて臨時収入が入った方、その日のうちに講師の依頼が来た方など、ご利益を授かった方はたくさんいらっしゃいます。いつ参拝に来ても嬉しいんですが、ご縁日に来てくれるのも嬉しいですので、参拝もおすすめのアクションです。また、9日は貯金もいい日ですので、家族や職場など、周りの人との連携を取ったり、周りの人を思いやることで、富がやってくる日なので、こういったアクションもいい日ですね。寅の日に金運を巡らし、やってきたお金を身の日で貯める。金運の吉日も連携の日ですから、いいなと思うアクションがあったら、ぜひやってみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。